まあ、こういうところで、ね、あの仕事が立て込んでてさ、あのなかなかね、時間が作れなくてさ、で、ほら、電話とかさ、もうかけるね、なんか時間もさ、なんか限られてきちゃったから、まあ、この間あのね、ほら、なるべくこうね、メールってさ、時間余計かかるよね。なので、やっぱ電話の方が早いなと思ってさ、で、この間あのワイパーがおかしくなったからさ、ちょっとあのね、近くでワイパーの交換した時に、フリーハンドのさ、なんか機械があったのね。で、いつもはさ、あのほら、なんか、あの線つないでさ、こう耳でやってて、あんじゃん。あれでやってたんだけど、あのやつがね、いつもいつもどっかになくなるんだよね。で、多分乗り降りの際にどっか落っこっちゃうんだろうな。で、この有線はダメだと思って、ちょうど無線のやつ売ったからさ、これがね、あのほら、サンバイザーでこうつなぐだろ。サンバイザーで、なんだっけ、Bluetooth でつなぐんだよな。で、電話があるとさ、こうプチッと押すと、ここからね、マイクから声が出るんだよ。ね、それでここで喋れるわけ。あ、これ便利だと思って買ったの。ね、ところがさ、うち俺の車 S2000 だろ、運転してんじゃん、うるさいんだよ。この声聞こえないからなんだよって取って電話してるんだけど、これってあれ警察にさ捕まったら俺なんていうのかな、これは電話じゃないわけだよな。でもスタイルというのは電話のようにさ使ってるわけだよね。で、電話はここに置いてあるわけだから、これ違反になるのかなと思って、でちょっと調べようかなと思ったんだけどさ、まあ一応ねこれ使えないからさ、まあ、ベンツの方にね移そうかななんてこと考えて、いや便利なのか不便なのかよくわからないけどね。まあそんなんでね、あれだったんだけどね、まあ、昨日一応ほら、またねテレビとかラジオのさ事前の質問とかのね、最近はねほらなんていうかな、ほら質問についてさ、なるべくこうね、もっと深く答えよう。前はさ、何も準備しないで、まあ、その場ね、当日やってたんだけど、ちょっとね、調べることがあってさ、で昨日あのビットコインのね、あの仮想通貨の話があるじゃん。で、ちょうどほら、なんとかな、ちょうどガタガタね、今、ざわついてる話があって、で、仮想通貨の話、ね、があってさ、倉橋さんどう思いますかって言って、で、以前なんかうちでね、仮想通貨もなんかやったことあってさ、で、それで、なんか変にさ、誤解招いてなきゃいいなと思っているんだけど、そもそもさ、仮想通貨ってね、どう考えますかって言うんだけど、これね、当然お金じゃないよね。で、お金じゃないんだけど、今度さ、逆にさ、じゃあ、本当のお金ってさ、何っていうところを考えたときに、こいつもね、何も価値がないんだよ。これみんな知らないんだよな。要するに植え付けられてるわけだよ。だから、お金についてね、紙がさ、何かと交換できるわけだよな。で、これは誰かが保証してるから交換できるわけじゃん。で、仮想通貨っていうのは、お金と交換できるけど、ね、これがだんだん物と交換できるように徐々に進めたんだけど、ところが、やっぱりこれさ、お金じゃないよね。で、交換の対価としておかしいよねって話になっちゃってるわけだよ。これ多分ね、ね、他の通貨と同じような形でね普及すれば、またこれはさ、お金の裏付けのないものがねどんどん走るわけだよな。で、なんか発掘するとか言って、コンピューターでガーッね暗号を発掘するんだよ。で、その見つけた暗号をね、要するに仮想通貨にするんだよ。これ何って話じゃん。で、これね、これ歴史的に見るとね、もともとさ、よく考えてみたら、江戸時代ってさ小判だったな。で、それがちょっと大きくなると大判だよ。あれ金でできてんだよな。で、通貨っていうのは要するに金の裏付けがあるから要するに通貨だったわけじゃん。で、それが今度はさ、例えばほら青銅で作られたさ、コインがね足されてくると1両になるだろ。1両になると金と交換ができるんですよ、1両小判と。だから常に価値とね、お金ってものが連動してたわけな。ところがこれが明治政府になって日銀ができるようになってきてからは、ね、要するに今度、その通貨で金との交換ができるような仕組みをね考えちゃったわけで、それで、札に、ね、金何グラムと交換できると書いてあるわけだよな。ところがこれがね破綻するわけで、破綻するって何かっていうと、通貨を出しすぎて金と交換できなくなっちゃったんですよ。で、そこで銀貨っていうね、まあ、金の20分の1くらいの価値かな、分かんないけど、まあ、そのぐらいの価値のものに交換しちゃったわけで、金本位制度やめて銀本位制度になったんだよな。でもさ、銀本位制度になると銀の何十倍で金と交換できるから、その要するに銀貨っていうものも一応通貨としてね金の裏付けになったわけ、ね、だから物の貴金属の価値として通貨ってものが生まれたんだな。ところが実際にさ、今度はね出てくるのがね FRB なんだよ、ね、
要するに連邦整備準備委員会とあって、でこいつが設立されさせられるよね。でこの時点で世の中がちょっと変動がおかしくなっちゃったわけ。なんでかというと、今までの通貨っていうのは日本は日本の、ね、日銀という中央、ね、銀行が発行してるような、でそういうものと関係なく民間 の、 あの団体が要するに米ドル札をあの作っちゃったわけ。じゃあこの米ドル札は何で作っちゃったかっていうと、アメリカに貸し付けた金の回収のために民間銀行がね、あのこの紙を作ったんだよな。でそれでさ、どうしたと思う？これね、あの一昨日ね探し合ってたんだよ。このね、あの FRB ができた、ね、途端にだ、ね、アメリカでは所得税とかできたわけ。要するに、要するにアメリカの借金を要するにどのようにして返すかって言ったら、国民から税金で取るしかないよねって始まっちゃったわけ。それで所得税とか始まったんだよ。でこの所得税ってさ、ね、まあ、強制的に国民から取れるお金だよね。でこの所得税っていうのは、あ、今日いけない、税務署君だこれからいないだろうな、まあいいや。でそのね、あの徴税制度がさ、いきなりできちゃうわけだよな。でそこで、その後さ、要するに、ね、第一次世界大戦始まる、ね、それで今度お、ね、基本位制度に戻る。なんでかっていうと、国際情勢がおかしくなってきた時に、じゃあ国と国とのさ保証を何でするの言った時に、じゃあ国が持ってる金だろうなってなっちゃうわけじゃん。もともと金が本位制度だったんだから。でそこで金本位制度復活して戦争始めちゃったわけだ。で勝った国は全部巻き上げるね、いうことだよな。で今度あの第二次世界大戦の時はさ、どうでしたかっていうと、ね、あの軍票券ね、あの要するに軍が発行するさお金と、あの過去に発行されたお金と交換しないと使えなくしちゃったわけで、軍が発行する、ね、お金であの流通されたけどな。でもさ、軍がさ何の裏付けでこの通貨を発行したのかって誰も疑わないわけじゃん。でも交換させられるな。で交換しちゃった。で第二次世界大戦で、ま、負けちゃった。全部その紙はパーだね、っていうことになると、まあ、最近ではさ、ギリシャがそうだよね。ギリシャの、国債がさもう 30% くらいまで伸びて、でわーっといって、そのまんまギリシャが破綻しちゃったわけだよな。国債もパー、通貨もパー、ね、でそれが国の、要するに裏付けがなくなったらお金がパーなわけだ。ところが今回のね、もともとこの仮想通貨ね、暗号通貨はもともとさ価値ないんだもん、ね、だから逆に言うと裏付けがないものについて我々がさ慣れすぎちゃってるんですよ。だからなんかさ、ね、だって20代じゃん、あの社長なんか、ね、すげえことだよね。で、さ資本金9000万くらいの会社がさ、ね、何百億円すっちまうようなあの世界になっちゃったけどね。でこれさ、ね、何にも裏付けがないんですよ。だから僕は、ね、通貨に対する見直しをねした方がいいと思うわけで、通貨に対する見直しって何かっていうと、いい、あの商品に対してはお金が必要だよね。でお金って何ですか言った時に、何でもお金なんだよな。ところが一番大事なのは、要するにあの物を持つ方が価値だということ。要するにこれからお金の価値がなくなるね。あのもう20年くらい前からさ、ハイパードインフレが起きますよ言って、ハイパードインフレ何ですか、ね、あのハイパードマネーが供給されることによるインフレですよ言ってんだけど、ちっとも流行らないずっと言ってんだけど誰も言ってくんないんだよな。で、だけどね、僕はね、もうこれハイパードマネーがこれだけジャブジャブで供給されてきてね、日銀もね60兆円ね、これで景気回復すると思ったんだけどならなかったから、80兆円追加でやっちゃったじゃん。もうこの時点で要するにお金の価値が2分の1になってなきゃおかしいわけ、ね、ってなると、これから先どうですかね。あの石油ね、あの原油価格が多分上がってきますよ。であと貴金属類も多分上がってくるわね。でもう一つは不動産も上がってくるってこと、ね、要するに価値のあるものは、要するに、ね、価値とお金の交換レートだから、ね、あの お金っていうのは交換できる、ね、いわゆるあのルールがあるわけで、その時に物価が上昇すれば価値は上がるわけ、ね、でその物価の上昇 がね、今日本の場合はあの所得が上がってなくて消費税が、ね、課税されるからとか、あと日常の、ね、コストがかかるから、可処分所得が足りないから消費が、ね、追いつかないよな。ところがあの一部では、ね、オークションと呼ばれてるものが飛ぶように売れたりするよね。それ何かって言ったら、金持ってる人は持ってるわけで、持ってない人は持ってないわけで、そこの部分で考えた時にやっぱり資産を持ってる人が勝ちなわけ。そうすると、ね、例えば昔からさ、
ね、あの江戸時代から大屋業ってあるわけだよな。で、ね、大屋業って実はあれ大屋じゃないんですよ。不動産を持ってたのは、ね、要するにあの地元の資産家なわけで、大屋業って何かっていうと、それを徴収する人たち だ今の、ね、管理業だな、うちのオンサイトマネジメントとか PM の人たちが大屋さんと呼ばれた人は、ね、でもさ、これは何かって言ったら、土地を持って建物を貸してるから、ね、その中から家賃、ね、を取ってた人たち、ね、ヨーロッパでもそうだね、要するに、ブドウ畑を貸してた人たち、ね、あと家を貸してた人たち、この人たちは常に資産があるからお金が入ってくる。だから払う側ともらう側の区別がでしっかりしていて、でもらう側は常に要するに資産がね、累積されるわけ。でも払う側は要するに時代の変化とともに物価と合わせてそのお金を用意しなきゃいけないということだから、ね、これから先、ね、よくよく考えてみるとお金の価値がなくなる世界だから、ここはやっぱりね、物を持った方が勝ちですよ。だからまあぜひね、これからね、例えば日本の財政ね、きちっと健全化させるためにどうするかっていうと、簡単なことだけど物価を倍にするとか20倍にするとか、そういう話になりますよ。だからこれ強制的に今ね、物価の上昇を国も日銀も躍起になってやってるでしょ。これ何かあったら、ね、物価の上昇で要するに今の要するに借金を、ね、減らすっていうこと、ね、を考えてるわけだ。まあ、だからね、ちょっとこれから先ね、ちょっと真面目に考えていかないとね、怖い世界ですよ。だからまあそこはね、よく考えて、ね、自分の 財産、ね、自分の資産というのはきっちり残すような形にした方がいいと思うね。ということで、ちょっと今度の不動産とお金の話だよ。セミナーの内容だけどさ、まあね、これが永遠と3時間今日は喋るわけだから、まあね、ぜひ期待してもらいたいと思います。以上。